吉田東郷大正の7年1月22日は、日本の歴史学者、地理学者。新潟県出身。大日本地名辞書の編纂者として知られる。日本歴史地理学会の創設者の一人。源氏元年4月14日、越後国神原郡、安田村の豪農、旗の家の子としてに生まれる。吉田聖は、養子先であり、 1884年12月から名乗った。1875年11歳の時から新潟学校中学部を3年ほどで中退後、学校教育を受けずに独学で小学校教員となる。1884年中貫原大鹿神殿の吉田家の養子となり結婚する。1885年一年志願兵として仙台兵学校に入園する。 休日には、仙台市範学校の図書館に通う。翌年、帰郷する。1887年、24歳の時、小学校生教員の検定に合格し、北関原郡水原小学校訓導となった。この頃、歴史、地理、天文の他考古学、人類学に関心を持つ。1889年水原小学校を辞職。 1890年27歳での結婚後に単身北海道に渡り、そこから私学雑誌に寄稿した古代半島後輩外交が学者の注意を引き、落語生という筆名で続々詩論を発表し、注目された。特に司会への当初論考が主筆、田口浮千らの注目を引き、学会への登竜門となった。1891年郷土に帰り、 親戚の市島健吉を頼って上京し、獅子が主筆を務める読売新聞社に入社し、徳川政教校を読売新聞に連載。また、2年足らずで膨大な日韓腰団を書き上げ、翌年、徳川政教校を出版し、歴史家としての地位を固めた。1895年、日清戦争に記者として従軍した頃から、 1893年に、感染日本知史の編纂事業が中止されており、その事業を独力で都合という意思の現れでもあり、また、日本の地名の変遷を記した研究がないことに気づき、13年、かかって、大日本知名辞書11冊を完成した。原稿の厚さ5メートルに及ぶ質量とも、古今溝の大地事で、今日でも観光されている。 歴史地理学の他日本音楽史の造形も深く、特に農学研究に意を注ぎ、生死60以後猿楽談義を肯定。これが、ゼアミ伝書の発見につながる契機となった。その後、吉田が、家伝書と命名した、風刺家伝をはじめ、当時発見された、ゼアミの著書16部を収めた、ゼアミ16部集を公中し、従来の鑑み、ゼアミ像を一新させ、 近代農学研究の出発点となった。晩年は遠極研究に努め、闘技徹底の協力で遠極再考を試み、資材を投じて遠極全集を交換して研究の基礎を築いた。他にも社会経済史の分野では、省エ制度の対応が近代史の分野では一新史八項があり、現代より過去に遡るという歴史的視野の問題を含む。 通史東女日本史もある。東京専門学校文学部史学科講師となり、以後、国史日本知史明治史日本地理を担当、後に教授となり、さらに維新、理事に就任した。1918年尿読書のため休止した。次男の吉田千秋は、琵琶湖修行の歌の原曲の作曲者。三男の吉田冬倉は、英文学者で、 新潟大学文学部教授を務めた。大日本地名辞書、千田稔2003年16ページ伝パタ350長部ほど、山林370長部を所有、千田稔2003年17ページ1883年、20歳の時に、新潟県教員検定に合格し、中貫原郡大鹿小学校の教員となる、岡田敏弘、日本地理学人物辞典。 金星編、原書房。2011年136ページ。岡田敏博著。日本地理学人物辞典。金星編市原書房2011年136ページ。岡田敏博著。日本地理学人物辞典。金星編市原書房2011年137ページ。漢方第7833号。明治42年8月4日。P56。 ありがとうございます。